ボーイング737型機の事件、事故一覧は、アメリカのボーイング社が製造した、ボーイング737型機の関わった、航空事故や事件及びインシデントを一覧にしたもので、ある。本記事では、マイナス100、マイナス200型機、マイナス300、マイナス400、マイナス500型機、マイナス600、マイナス700、マイナス800、マイナス900型機、 マックス7、マックス8、マックス9ごとに記載する。ボーイング737は1968年2月から運用され続けている旅客機で最も売れ続けている商用ジェット機である。2018年3月時点で1万機以上が生産された。アビエーションセーフティーネットワークによれば、ボーイング737では222機が全損に至っている。 そのうち203件が事故によるものであり、合計で4796人が死亡している。テロ行為などによるものは8件であり、525人が死亡している。その他、ハイジャックは115件報告されており、326人が死亡している。ボーイング737で発生した初めての全損事故は1970年7月19日に、 起きたユナイテッド航空611便の事故で、初の死亡事故は1972年12月8日に起きたユナイテッド航空553便墜落事故である。2019年5月時点で最悪の死者数を出したのは2017年10月29日に発生したライオンエア610便墜落事故である。最新の事故は2021年7月2日に 発生したトランスエア810便富士着水事故であり、最新の事件は2020年1月8日に発生したウクライナ国際航空752便撃墜事件である。また、ボーイング737では機体の欠陥による事故が数件発生している。初期に生産された機体では特定の条件下において方向だが制御不能に陥るという現象が起き、 少なくとも3機が制御不能に陥った。そのうち、ユナイテッド航空585便と、US Air 427便が墜落し、イーストウィンド航空517便が緊急着陸した。その他、シリーズ最新運営機であるボーイング737、MAX でも設計上の問題による事故が発生している。2018年に発生した。 ライオンエア610便墜落事故と2019年に発生したエチオピア航空302便墜落事故で 737MAX に搭載された操縦特性補助システムが事故を誘発したとされている。これに伴い2019年3月より 737MAX シリーズは全世界で飛行停止処分になっており2020年1月現在も続いている。 1970年、1972年、ユナイテッド、航空553便の墜落現場、1973年、1975年、1977年、オーバーラン、した。 ブラーテンズ政府機1978年1979年1980年1981年1982年1983年1984年1985年誘導路上で炎上するブリティッシュエアツアーズ 28M 便1986年1987年1988年 緊急着陸を行ったアロハ航空243便1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年墜落した。 IFO-21 便1997年1998年1999年2000年2002年2003年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2018年2021年1988年1989年,19年滑走路手前に 残乱するブリキッシュミッドランド航空92便の残骸1990年1991年1992年1993年1994年1997年1998年1999年,1999年2000年2001年2002年2004年2005年2006年2007年大破した アダム航空172便2008年2009年2010年2011年2013年2015年2016年2017年2021年2005年をオーバーラン、した、サウスウエスト航空船248便2006年2007年、炎上した、ジャイナイアライン102通便の残骸2008年2009年、 墜落したトルコ航空1951便2010年2011年2012年2013年2016年2018年2019年2020年2018年2019年。ありがとうございます。